あ、聞こえますか？こんばんは、8時ですよ、こんばんは。よいしょ。見えます、見えます。聞こえますか？こんばんは、イブです。お久しぶり。月1の配信が始まりました。こんばんは。この画面に映っているのはたまごちゃんです。ああ、中国の皆さん、こんばんは。こんばんは。今日もよろしくお願いします。寒くなってきましたね。日本もめちゃくちゃ寒くてですね、昨日ぐらいから本当に寒くて、すごい凍えそうなんですけど、皆さんは大丈夫ですか？なんか寒暖差アレルギーみたいな、もう僕すごい、くしゃみが止まらなくて、ちょっと今薬飲んでね、マシになったんですけど、皆さん風邪とか体調にはお気をつけてください。あー、よろしくお願いします。ボシーイブ 簡単な中国語しかちょっとまだできなくて申し訳ない。あー、今日もよろしくお願いします。今日はですね、来月から中国の上海でイベントがあるみたいなんですよね。そのね、告知を、今日はそのグッズの解禁をね、しようと思います。はい。今どこにいらっしゃいますか？今はお家です。家です。マイホーム。はい。よろしくお願いします。上海、アニメイトさんで、開催されるイブズミュージアム、これ合ってるの？この、イシュエジャドゥチューホエ、イブズミュージアムが、12月の18日から、来年の1月2日まで、上海アニメイト展さんで開催されるみたいなのですが、今日はね、上海にいなくて泣いてます。ああ、確かに中国広いもんね。あ、ちょっとだけ BGM 大きい。ちょっと下げるの。ちょっと下げました。どうでしょうか？これでいきます。はい。というわけでね、今日はちょっとその告知をいろいろね、しようと思います。まあ、初めてやるので、いろいろわからないことだらけなんですが、まあね、現地に向かえる方は、ぜひ、向かっていただけると嬉しいなと思います。ですね、しかもちょっと日本語で説明するので、日本語がわからない方は、またウェイボーで、ちゃんと中国語で日本訳されたものでお知らせしますので、そちらを見てもらえると嬉しいです。ですね、今日ちょっと配信が始まる前にセッティングしたので、ちょっとみんなに見てもらいたい。いきなりこれ出していいのかな？いきなり出すね。いきなり出します。いきなり出します。ドン。あ、こういう配信するの久しぶりだな。なんか後ろの卵ちゃん、なんか消えないんだけど。まあいいか。はい。
かわいいでしょ、かわいくない、かわいくないですか。ですね、ちょっと待ってくださいね。このさ、どこ行っちゃった、どこ、待って、どこ行った、どこ待って待って、どっか行ったんだけど、ちょっと待って、どこ行った、なんか今左上、ちょっと待ってちょっと待って、どこ、本当にどこ行った、本当にどこ行ったの、嘘でしょ、ちょっと待ってくださいね、もう一回ちょっとあれします。あ、これみんな見えますか。ちょっとすごいお見苦しいところを今見せています。うわー、やばい、お見苦しい。あ、でもせっかく、ちょっと待ってね、今ねめっちゃ焦ってる。でもせっかくだから拡大で見ていこう、見ていこうよみんなでね。まずこちら、これなんだ、あのあれだ、あの缶バッジだ。LINE スタンプっていうものをあの出してまして、そこで使えるデザインの缶バッジになるんですけど、このね四角い缶バッジを出しました。ちなみにね、このページのねグッズはなんと中国限定らしいです。みんな聞いた？中国でしか買えないんだって。この上海のイベントのために作ったグッズなので、ぜひ、それはもう本当にもうぜひ、今日みんな見てる人たちはぜひゲットしてもらえると嬉しいですね。そしてアクキー、かわいいよねこのアクキー。なんかあの なんだろう、こういつも配信じゃないわ、自分で iPhone とかで音楽聴くときのあの画面の形になったアクキーですね。そしてクリアファイル、まあクリアファイルは何でも使えるのでぜひ、手に取ってみてもらえると嬉しいです。このあれなんですよね、この絵柄は今年のうろんな食卓、うろんな円卓っていうこうイベントの時に使ったデザインなんですけど、クリアファイル可愛いので、めちゃ可愛いのでぜひ、そして T シャツ、T シャツも2種類あります。これちょっと見にくいかもだけど、白と黒があるのでぜひ、あ、お店があるみたいです。なんか T モールっていうのかな、そこから見てもらえると嬉しいです。あ、これもめっちゃ可愛いね。これはですね、トートバッグですね。トートバッグは中国の皆さんも使えますか？トートバッグってキャンパスバッグっていうの、トートバッグっていうの、これも僕の後ろ姿なんですが、ぜひロゴもついてるのでぜひ、
はい。そして最後、なんかこれだけちょっと高い、高いぞ。なんで？なんでこんな高いんだ。ちょっと拡大してみよう。おお、これはね、複製の原画ですね。まあちょっとデジタルのサインが入っているのですが、今までのミュージックビデオかな、東京ゲット、油性帽子、群青参加、深海と、あとライブフィルムの、ドラマ剣の僕のやつですね。すごい、こんなの作ったことないよ。複製原画、こんなの日本でも作ったことないよ僕。これはね、あれなのかな、受注生産っぽいですね。だから2月に発送されるのかな、おそらく。なので、そんな感じで今紹介した6つのアイテムはですね、今回の中国の、上海のアニメートのイベントのために作った、グッズになります。すごい今お見苦しいとこめちゃめちゃ見せてる。はい、缶バッジ、アクキー、クリアファイル、 T シャツとトートバッグ、複製原画ですね。ちなみにイベント自体は上海のイベントで、イベント会場でやるんですけど、アニメート天猫店、 T モール店、北京店、あと甲州店でもグッズは取り扱いされるみたいなので、ぜひお近くのアニメートの T モール店、北京店、甲州店、行ってみてください。で今回ね、実は上海のそのイベントスペースに、まあ、僕はね、まあ、行けないんですけど、ボイスでメッセージを取りましたので、あとライブで実際着た服、衣装もう展示されるみたいなので、もう送ったので無事海とかに捨てられてなければ無事届けばおそらく展示されていると思うので、はい、服だけいきます。はい、なので衣装だけ上海に行って飾られてると思いますので、はい、よろしくお願いします。うん、そしてですね、まあこれらのね情報はこの後またウェイボーで告知をするので、画像後で見てください。次、ヒュ、はい、なんかずれてる。なんとですね、日本で今まで、販売してきたライブのツアーとかでね販売してきたグッズとかもいくつか持っていけることになったので、持っていきます。それも店頭に並びますので、いろいろあるね、タオルとかリストバンドとかカバンとか、あ、おとぎでね出したフィギュアとか、ガチャガチャのねスマホリングとかいろいろあるので、
ぜひぜひ、ちょっとこの辺はねささっと紹介していきましょうか。他にもあります、こちらでも、あ、これはあれだね、特典ですね、特典です皆さん特典です。おそらくこうグッズを購入された方に、これはなんて言ったらいいんだろう、ブロマイドなのかな、50元ごとに1枚ランダムでプレゼントしますとのことです。50元って日本円で言うといくらなのかな、50元全然わかんないね、いくらぐらいなんですか。だいたい700円、800円。あーなるほど、1000円800円、すごい、そうなんだ、ありがとう。なのでぜひグッズを買った方はこれもね記念にもらってください。あ、それとあれだね、取扱店舗はこの下の店舗ですね。はい、そしてこれ、ドドン、さっきのあの複製原画ですね、複製原画をご購入いただくと抽選でサイン色紙のプレゼントがあるみたいです。あ、これかあの描きました、めちゃくちゃその絵も描きました、はい、なのでぜひ手に入れてみてください。なるほど、これだったのか、ちょっといっぱいね駆け足で話しちゃってるけど、あのちゃんとあのこの後ウェイボーであのお知らせされるやつをゆっくり読んでみたら多分わかると思うので、ちょっとゆっくり見てみてください。うん、あ、このサイン色紙は直筆ですね、あのコピーじゃなくて本当に書きましたそして、あ、やっとみんなが見たかった詳細が、はい、これ詳細ですね。最後はこう改めてイベントの詳細です。日程は2021年12月18日土曜日から2022年1月2日まで、来年のお正月ですね。場所は、上海の外文書店さん 3階でやってるそうです。はい、それと本日紹介したこのグッズなんですけど、明日11月29日から、アニメート T モール店で先行予約の受付を開始します。詳しくはこの後アニメートの SNS で発信されますので、そちらでご確認ください。はいすごい、今めちゃくちゃあの見ながら喋っちゃった大丈夫そうですか。中国のお住まいの皆さん、ちょっとあの僕の代わりに行ってきてもらって、あの写真、基本的に写真は大丈夫だったと思うので、いっぱい写真撮って来てもらえると嬉しいです。はい、ちょっと僕の代わりにね
もちろんね、イベント会場ではグッズ販売の他にもイラスト展示とか、あと映像配信も用意しているので、ぜひ遊びに来てください。楽しみだ。実際中国の他の都市もかなり良いです。あ、本当ですか。杭州の子供たちが立ち上がる。おお、ぜひ杭州展も行ってみてください。結構距離離れてるの？上海と杭州と。このさ、ティーモール店ってかわいいね、漢字が。猫入ってる。ね。友達、あ、友達誘って、じゃあぜひ、友達誘っていきましょう、ぜひ。ね。スカイキャット、いやそうだよね、天猫。まあでもね、お店に行けない方もオンラインとかでも購入できるのかな、どうなんだろう。まあもしね、できるならそれを使ってもらえたら。最後これ出しときます。よいしょ、わかりやすいかな。はい、というわけでね、告知の話ばっかりでちょっと申し訳ないんですが、12月18日からか、来月ですね。まあ今年ももう終わっちゃいますね。ぜひ、初めての上海でのイベントなので遊びに行ってみてください。楽しみだ。まあちょっとイベントの話ばっかりになってしまいましたが、今日はね、コメントいろいろまた質問をいただいてたので、それをちょっとだけ読んでいってっていう放送にねしようかなと。まあ、久々にまたゆっくり、前回いつ放送したっけ、ちょうど1ヶ月前ぐらい。そうだよね。まあ、ちょっとね、いろいろ来てたので読んでいきたいと思います。まずどれだっけな。いっぱい来てる。以前上海でイベントに参加した時に観光地を回ったり美味しいものを食べたりしましたか。前上海に行ったのが5年前ぐらいに行ったんですけど、なんかね、すごい覚えてるのが、泊まったホテルがすっごい広かったんですよ。すごい広かった、本当に。なんか一部屋なのになんか2階建てみたいになってて、ちょっとびっくりしました。ホテルとても広かったです。うん。あとはね、観光地とか回る時間がなかったので、そう、それがちょっと残念だったんですけど、でもなんか、あとはお客さんの熱量がすごかったです。うん、すごかった、本当にすごかった。それはね、すごい覚えてますね。
また行きたいな。どんな食べ物を食べましたか？いろいろ食べたな。中華も食べたし、美味しかった。食べ物美味しかったです、すごく。ちなみに何が美味しいの？今の中国事情、一番美味しい、みんなが思う一番美味しい食べ物。中国で最高の食べ物は鍋、豚バラ肉。お、美味しそう。あ、鍋なんだ。え、鍋めっちゃ多いけど。いや、お鍋美味しいよね。寿司ね、お寿司は好きですよ。団子。パスタ。すごいすごいすごい、いっぱいある。砂糖でコーティングされた、え、何それ。上海ガニ。あ、お腹減ってきた。あ、お腹減ってきたな。ライスヌードル、何それ、食べた。エビ餃子、広州のエビ餃子。甲州のこと覚えちゃった。甲州行きたい。甲州、高等のモーニングティー。へえー。豚肉のピーマン炒め。もう絶対美味しいじゃん。春雨。へえー。あ、豆腐ね。いや、ゆで卵。母の食事。お母さんのご飯は美味しい。一番美味しい。うん。あ、食べたくなってきた。小籠包。あ、食べたくなってきた。美味しそうだね。餃子とかでも食べてみたいけどね。うん。春雨とかね。麻婆豆腐とかね。あ、食べたくなってきたね。あ、次行こう。お腹減っちゃうから次行こう。以前インスタグラムのストーリーで前髪を切ってみたと言っていましたが、どんな感じだったか詳しく知りたいです。なんか前髪がね、すごく長くなってきちゃってたから切ろうと思って、こう自分でちょく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 切ってたら、なんか もっともっとってこうどんどん切りたくなっちゃって、気づいたらこうパッツンになっちゃいましたね。やっぱ自分で切るとそうなるんだなっていう。イブさんは北海道に行ったことはありますか？北海道はこの間行きましたよ。うん、すごい広くて良かったです。みんな日本には来たことありますか？すごいね、でも寒かった。うん。いたことない。小学校の時に行きました。いやー、来て、うん、将来は絶対日本に行きます。ぜひ。ディズニーのチケットが高いことを覚えています。あ、高いんだ、ディズニーランドのチケット。そっか。あ、でも来てる人も結構多いですね。京都なら行った、鎌倉に行きたい。
すごい。なんか鎌倉を知ってるのすごい。将来は渋谷に行きたい。いや、渋谷ね、いっぱい人がいるからね。上海のディズニー来てください。行きたいね、めちゃくちゃ行ってみたい。すっごい広いっていうのを聞いたので。うん、日本で勉強したい。まあでもそういう人も結構いるんじゃないかなね、海外の人とかでも。秋葉原に行ってきました。ああ、秋葉原ね。ちょっと秋葉原はまたちょっとこう異質な空気感があるので、多分楽しめると思いますよ。うん、いっぱいこうアニメのキャラとかね、そこら中にこうでっかいでっかいポスターが貼ってあったりするので。イブさんのおすすめ、僕のおすすめはどこだろうねどこだろうね。でもなんか東京に来たら、東京はいいと思います。とてもなんかいろいろあるしまあね、なんかライブとかがあったらぜひ遊びに来てくださいよ。うん、みんなさ、たこ焼き知ってる？たこ焼き、たこ焼きってさ、中国の人も知ってるの？あの、タコが入ってんの。なんて説明したらいいんだろう。あ、たこ焼き知ってる？そう、たこ焼きはね、あ、みんな全然知ってた。あ、そう今画像出そうと思ったけど、みんな知ってたなんか勝手にたこ焼きって日本だけの食べ物だと思ってたけど、あ、美味しいよね、たこ焼きね。やばい、また食べ物の話になっちゃった。これから日本語能力試験を受けてきます。頑張れって言ってください。かっこ N1 イコール1級と N3 イコール3級の人がいます。ほうほう。頑張ってください。何この N1 とか N3 っていうの。すごい。日本語能力試験。でもなんか日本語ってすごく難しいらしいね、っていうのを聞きましたね。いや、それは頑張ってほしい。英語より優しい。いや、そうなの？日本語簡単なの？あー、漢字がね、漢字も多いよね。でも今こんだけ僕日本語で喋っててさ、ねえ、これ今聞いてくれてるみんなコメントで返せるってすごくない？こんなリアルタイムでみんなめちゃめちゃ日本語上手じゃない？日本語聞き取れる？すごい。
だってそんなこと言ったらさ、僕の曲とか音楽歌詞が結構言葉が詰まってる曲が多いのでね、歌えないの前にその言葉の意味とか結構難しいよね。難しくないですか？うん、それこそなんかあんまり日本人でも使わないようなこう単語とかが入ってたりするのでまあ逆に僕の曲でね単語とか覚えたらすごい、もう日本人でも知らないような単語とかも覚えられる覚えられるかもしれないけど、ね、本当に難しいですよね。次、ずっとやりたいけどできていないことがあれば教えてください。ずっとやりたいけどできていないこと、ライブかな。ライブはやっぱやりたいですね。またどこかで。もう2年ぐらい経とうとしてるので、ライブですね。はい。そろそろもう40分経ちますね。ちょっと他にもね来てたんですが、これぐらいにしとこう。あ、なんか一言中国語コーナーって書いてる。今日は改めて曲名を中国語で言ってみましょう。はい。群青山下。あ、群青山下もこれ中国語があるんだね。チュンチンザングが合ってる。群青山下の中国語、チュンチンザング。優勢、もう他にもいっぱい曲名ある。ある優勢帽子、ヨーションメンス。これ発音絶対違うでしょ。これ今僕すごい手探りで喋ってるけど絶対発音違うよね。ヨーションメンスやばい、すごい天才ってみんな言ってる。すごい、みんな優しくない優しすぎない？今のが優勢帽子らしい。合ってる？優勢帽子、ヨーションメンスで、開会期間じゃないんだ。ふいちたん。え、かわいい。ふいふいちたん。開会がふいふいになるんだ。ふいふいちたん。シェシェ。ふいふいちたん。約束。ゆえしゅ。平行線。ピンシンシェン。
なんか鼻が詰まってる。今日もピンシンシェンシェン、ピンシンピンピンシンシェン、深海、お、深海、深海、なんかもう深海じゃんこれ、深海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 、はーい、赤ちゃんみたい赤ちゃんみたい、赤ちゃんかな。白銀、バイインバイインバイイン、絶対こうでしょ発音、バイインじゃないでしょねえ、そうだよね。ちょっとじゃあ正解見ていくか。なんかあの発音のあれをちょっと待ってくださいね。発音してくれた、なんか音源を取ってくれてたのがあったので、ちょっとそれを見てみようかと思います。ちょっとお待ちください。あ、これだ。と、海外来たんでしょ。ふいふいちたん、絶対合ってると思う。海外来たん、ほいほいちーたん、ちーたん、あ、なるほどね。ふいふいちーたんか、ふちょっと、もう一回、ほいほいちーたん、ふい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 ちーたん、ふいふいちーたん、ふいふいちーたん、これ完璧でしょ、これ完璧よ群青参加、群青参加ちょっと難しそうだね。チュン、これ本当に頭チュンで合ってるかな。チュンチン、チュンチンザングー、チュンチンザングー合ってるでしょ。群青参加、チュンチンザングちょっと待って、わかんない。待って、もう一回いいですか。ちょっと待ってください。群青参加、チュンチンザングチュンチンザング待って、チン、ちょ待って待って、チュンチン、チュンチン、チュンチンザングザン、ザング、グーじゃないグーみたいな感じになってる。純真赞歌、赞歌、純真赞歌か。いや難しい、難しいよこれ難しい。ちょっと待って、純真赞歌、なるほどな。これは難しい。でもなんか深海は絶対自信ある。深海絶対そうでしょ。深海、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 終わったか深海、いや難しいな。ちょっと自分の曲を言えるようになりたいですね。うむ
今日はこれぐらいにしとこう。というわけでですね、ちょっと待って、 BGM つけます。今日もちょっとまったり雑談でしたが、たくさん聞いてくださってありがとうございました。まあ前半はねほとんど告知だったんですけど、来月ね、イーシェージャーのイブズミュージアムイベントありますので、ぜひ皆さん行ってみてください。来月もどこかであるのかな、12月、今年最後ですが、皆さんよろしくお願いします。というわけで本日の放送はここまで、今日も皆さんありがとうございました。また12月、さよなら。